しもし、パク先生。あんたが今回の国会で提出した例の法案のことなんだけどね。ありゃあ、さすがに困っちゃうんだよね、こっちもさ。いくら欲しいんだ？いやね、もうそんな話じゃ済まなくなっちゃったわけよ。今後は先生とは検察当局でじっくりお話しすることになるな。これまでご提供いただいた資金は正しく使わせてもらうからね。それじゃ、来週号からキャンペーンを始めます。汚職と女性問題2本立てで、地に落ちた未来の大統領候補与党の若手ナンバーワンパク・ムジンの黒い正体ってとこですか。やつは派手にやりすぎた。誰がこの国を動かしてきたのかようやく思い知ることだろう、パク・ムジン。まあ、先生に喧嘩を売ったのが運の尽きですわな。相手が悪かったな。間違いない。だからあれ俺の。進行状況は？はい、関係各庁との接触は完了。2時間後にマスコミへ情報を開示します。すべて予定通りです。始めよう。もう時間がない。何なんだこれは。メソメソしてんじゃねえよ。こういう時こそちゃんと背筋伸ばして笑え。やっと学校にも通えるんだ。しっかり学んでおけよ。勉強は大事だぞ。今じゃなきゃダメなの？友達をたくさん作るんだ、森。約束する。だから兄ちゃん、俺必ず。
なんでよりによって今日寝坊してんだよ俺のバカ。チケット取れたんだってよ。しかもアリーナ最前列。マジかよ。どんな裏技使ったんだよ。ネット中継もあるけどさ、やっぱどうせなら生だよな。チョルラナムドの予選にマジイケメンが出てたっていいとこがさ、キョンサンナムドもヤバいのいるってよ。超クールってか俺様系。ありがとうございました。ああそこ置いてていいよ。じゃあ俺そろそろ上がります。もうそんな時間か。悪いね、予選当日だってのに夜勤まで。仕事っすから。シフト増やすか。なんで俺らがゴッドオブハイスクールに出場できねえんだよ。おかしいですよ。あれどうやって選ばれたんだろうな。大会常連もいれば全然名前知らねえのもいるしさ。すみません道に迷っちゃって。アリーナまでの道教えてほしいんですけど。おアリーナってあっちだったっけ。違いますよ、あの橋の向こうですよ。マジでいつ引っ越したの。くー素敵な筋肉。おお頑張れ俺、いける。間に合ったアリーナに売店ぐらいあるよな。バナナ、おにぎり、カップ麺。あの子おい、危ないじゃないかよ。ダメ。大失敗。これでどうにかなのやつらしか入れるわ。ノリマキはいかな。入れとりやってくれ。お孫さんには申し訳ない。そんな、ばあちゃん。ちょろいもんだ。止まれ止まれ。ドラマ今すぐばあちゃんのバッグを返せ。あれはばあちゃんの大事な手術台なんだぞ。こちらソウルから生中継。空は晴れているいつも通りの風景。 Yeah 見てるみんなに街を紹介。ピンと来たらコメントちょうだい。立ち並ぶ店あふれる人々。うまそうな香りは屋台が出なく。 Yeah マジ。待てこない。強い人が好きだから。あなたたちすごく。
当にごめん。ちょっと急いでるんだ。だけんな！逃がさないわよ、暴走野郎！バカ、泥棒が逃げちゃうだろ、実は。え？そんな。ったく、何だったんだよ、あいつ。あいつがその泥棒野郎ね。思い知らせてあげましょう。おっしゃ！ちゃん大丈夫か、ひたくりにあって怪我とかしてないか気になりますね。財布にはたくさん入ってて、あれ聞いたの、ほんと嫌なやつがこの街にいたよ。でもさ、自転車に乗ったショーでもさ、知らない相手を助けるなんて悲しくて嫌よ。バイク人生10年、俺の全てをここにかける。コーナリングで勝負だ！どうて嘘だろ！大変長らくお待たせいたしました。かけるものは己のプライド、信じるものは己の拳、望む願いは何でも叶う、それこそが神の力。ただいまよりゴッドオブハイスクールソウル予選を開催します。なんとか間に合った。後で弁償してもらうからね。あ、私のメガネ。元はといえばあのひったくり野郎のせいだろう。あっちに請求したら。せっかくの開会式なのに何も見えないけど、ほんとさっきはありがとな。助かったよ。ジン・モリだ。ハン・レイ。ミラ、ユーミラよ。選手の皆様、時間です。スタンバイお願いします。この会場には今、大会運営によってスカウトされたあらゆる格闘技の猛者たちが集まっております。本大会はいかなる武術、剣術、バトルスタイルも許される異種格闘技トーナメントです。時間制限、武器の使用制限も一切なし。相手を完全にノックアウトするか降参させれば勝利です。すでに各地方では地区予選が開催されており、1ヶ月後の本戦に向けて続々と代表選手が決定しつつあります。皆さん、ここで選手の登場です。
ルも持っていないよな。選手の皆さんのバイタルは全てこのブレスレットで管理します。入場の際に受けたナノマシン注射と合わせ、肉体の状態をリアルタイムでチェック。どんな傷でもすぐに修復されます。安心して全力を尽くしてください。そして予選を勝ち抜き本戦を制した優勝者には、大会運営よりいかなる望みも叶えられる権利が与えられます。さあ、説明はそろそろいいでしょう。皆さんには早速戦いを始めていただきます。そう、今戦えっていきなり？対戦相手とかトーナメントとか何もないのかよ。まずはここを生き残れってことか。バトルロイヤルだ。え、バトルロイヤル？何見てんだよ、そっちこそ。てめえさっきから気に入らなかったんだよ。え、聞こえないな。俺よりレベルが低い。そうか、レベルが下のやつだけ狙っていけば。最初は戸惑っていた参加者たちも次第に本領を発揮し始めたようです。そう、ここを勝たねば生き残れない。参加者に傷をつけられた審判員がいるって噂だな。よし、こいつら全員ぶっ倒したらあの金髪にリベンジだ。おおむね予想通りだな。力のある者が勝つべくして勝つ。は面白いのはこの先だろう。まだ本性を出してない者もいるしな。うん、うまかった。今すぐ入れろ。はあ、ようやく手続きが終わったようね。ソウル少年院の特別措置の。おっと、ここで遅れていた最後の一人が登場だ。戦歴から言えば間違いなくこの子が優勝候補ね。カン・マンソク選手は現在残留している選手の HP 平均消耗率 20% を差し引いての参戦とします。早い。惜しい。なんだなんだ、ドイツのドイツは畑のトマトか。本性で昼寝でもしてた方がマシだったぜ。やめて！おお！かわいい子がいるじゃん。なんだこのオンボロ、おもちゃかよ。
月光拳法第1番剣舞。気に入ったぜ、俺と付き合え、可愛くじゃ。このクソ野郎が。あの野郎。うん。ええ、まあ、可愛いもんが好きなんだな。トランクスよりブリーフの方がお似合いだぜ。中身が大事なんだよ。見といく？いや。ズボンが重い。あのさ、足使う相手を選んだ方が。おい、何なんだてめえ。あの一瞬だ、あいつ。やってくれんじゃん。そっちがそう来るなら俺だって。いいぜ、来いよ。